どうもこんにちは、僕の挑戦タッチです。こちらをご覧ください。じゃじゃん、アウトドアの小型ガスバーナークッカーセットです。こちらの小型ガスバーナークッカーセットは退職祝いに職場の後輩からいただいたものなんです。せっかくですから、今回は現地で遠出をして野外でこの小型ガスバーナークッカーセットを使って調理をしてみたいと思います。こんな感じになってます。そしてこれをつけるんでしょうね。こんな感じでつけて、でここにこう、なんか音がするけど、やばいやばい、怖い怖い。お、火つきました。お、すっげー。これをここに置くんでしょうね。うん、なんかめっちゃ楽しみです。アウトドア料理簡単これいいや。材料たった3つで簡単に調理できる煮込みハンバーグ、決まりました。そういうわけで今日の僕の挑戦タッチは、現チャリで遠出をしてアウトドアに挑戦です。行ってきます。はい、別府の亀ヶ谷駅にやってきました。ここを出発して国東半島の方に行って調理をして食事をしてみたいと思います。国東半島といってもどっこやねんっていうような感じだと思うんですけど、国東半島っていうのは、はい、こちら九州の地図のこの右上の部分ですね。この右上のこの丸い、なんかちょっとこうチャーミングな感じのところが国東半島と言います。こちらのに行って、この丸いところのどっかで食事をしてみたいと思います。はい、それからですね、今日の私の、小旅行のお供ですね、はい、こちらを見てください。 GoPro、そしてついに、やってきました GoPro のモジュラーですね。このモジュラーをつけるとピンマイクをセットできるんですね。これで移動中のですね、音声もバッチリ取れるという優れたものです。それからですね、こちらの現地に乗って小旅行をしてみたいと思います。それでは本当の本当行ってきます。本当はもうちょっと早く来たかったんですけど、なんかぐずぐずしてて、この右側、この木、ワシントンパーム、ヤシの実みたいな木です。この木を見るとなんか本当南国だなという感じがして、私とても好きなんですけど、そうですね、九州は南国です。GoPro のですね、最大の難点というか、バッテリーが結構早く切れるんですね。もうなんか、もうないの?というような感じでなくなってしまうので焦るんですけど、今日はバッテリーを5個持ってきました。だからもう結構いくら取っても大丈夫です。そういうわけで、バッテリーはピンピンだぜ、いつものように決めてかっ飛ばそうぜというような感じで行きたいと思います。リュックの重さが気になり始めてるんですよ。もう出発して、1時間半ぐらいが経過したんですけど、まだまだ全然、あと1時間ぐらい国東までかかりそうです。時間が11時半ですから、もうかなり腹減ってきましたけど、もうちょっと我慢して、国東の方に向かっていきたいと思いますが、ちょっと今休憩してるんですけど、何せ
リュックが重くて、なんかこうリュックをかけているこの辺りがですね、痺れてくるんですよね。今までリュックの重さとか感じたことなんかなかったんですけど、なんか詰め込みすぎたんですかね。じわじわと重さがこう肩にのしかかってくるような感じで、痺れるような感じで、きつい。はあ、でももうちょっと頑張って行ってみたいと思います。頑張ります。国崎へ向かいます。リュックはですね、この方に足元に置きました。こんな風に足元に置いたらめっちゃ楽です。最初からこういう風にしとけばよかった。ここですね、不測の事態というか最悪の事態が発生しました。